なぜ手負いの者から狙うのか理解できない。俺は赤。俺は縁柱煉獄杏寿郎だ。鬼にならないなら殺す。クノカタ煉獄や。Set your heart ablaze, cause Demon Slayer minifigures are now available on Shopee. Get your favorite characters like Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, and many more coming soon. Links in the description below, now let's not waste any more time and watch Rengoku's death once again. Enjoy! いい刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。なぜ手負いの者から狙うのか理解できない。話の邪魔になるかと思った。俺とお前の。俺と君が何の話をする。初対面だが、俺はすでに君のことが嫌いだ。そうか。俺も弱い人間が大嫌いだ。弱者を見ると虫唾が走る。俺と君とでは物事の価値基準が違うようだ。では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないか。ならない。見ればわかる、お前の強さ。その陶器練り上げられている。思考の領域に近い。俺は縁柱煉獄杏寿郎だ。俺は赤座杏寿郎。なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だから、老いるからだ、死ぬからだ。何度でも言おう、俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。そうか。術式展開、破壊策ラッシン。鬼にならないなら殺す。目で追えない。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。死んでくれ杏寿郎。若く強いまま。破壊さ。なるほど。火の方、声援のうなり。一瞬にも満たない速度。このまま距離を取って戦われると首を切るのは厄介だ。ならば近づくまで。この素晴らしい反応速度、この素晴らしい剣技も失われていくのだ。杏寿郎、悲しくはないのか。誰もがそうだ。人間なら当然のことだ。動くな。傷が開いたら致命傷になるぞ。待機命令。弱者に構うな杏寿郎。全力を出せ。俺に集中しろ。
鬼になれ京次郎。そして俺とどこまでも戦い高め合おう。断る。もう一度言うが、俺は君が嫌いだ。俺は鬼にはならない。炎の呼吸三の型飛燕万象。隙がねえ、入れねえ。動きの速さについていけねえ。あの二人の周囲は異次元だ。間合いに入れば死しかないのを肌で感じる。煉獄さん、脳の呼吸一の方知らない。ここで殺すには惜しい。まだお前は肉体の全盛期ではない。右の肩登りエッセンス。1年後2年後にはさらに技が研磨され精度も上がるだろう。三の肩飛燕万象。四の肩声援のうねり。破壊殺五の肩烈火乱死。やったか、勝ったのか。まさかそんな。もっと戦おう。死ぬな、京次郎。煉獄さん、煉獄さん、煉獄さん。京次郎、お前、俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸奥義。素晴らしい闘技だ。それほどの傷を負いながらその気迫、その精神力。心を燃やせ、限界を超えろ。俺は炎柱煉獄京次郎。九の方煉獄だ。破壊殺滅式。京次郎。
はもう長く生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。まだ刀を振るのか。母上、俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。腕が抜けん。逃がせない。切らなければ。鬼の首を早け。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助、動け。煉獄さんのために動け。けだものの呼吸、一度きは下がってやけ。せこずってる。早く太陽から距離を。どう、逃げるな、卑怯者！逃げるな！何を言ってるんだ、あのガキは。脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが。あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるな、バカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない。誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ。俺はちゃんとやれただろうか。